というわけで初戦お願いします。はい、どんどん始めちゃっていいので、できるだけ巻きでお願いします。すいません。宝のババ突破大会ゼロ回戦、東北勢の方交えてということですので、皆さんできるだけ楽しくやっていければと思います。本気なんだな。ダウンドワン、さあ第1回戦ゼロ回戦の里屋さんにあるキーワー、トップキーワーがしっかりから、しつこい
ンと来てから、おっと繋がらなかったが、顔が暴れていた。しっかりギアガップ。お前ら、投げて、こっから、中段が当たらない。シールド、シールドだから、しっかりコンボに入っていく。2ラウンドで取り返したの、中田さん。ダウンド、スリー。第3ラウンド。ファイト。この美厄介はどうなんだ。さあ先ほど抜いてしまう、ゲージがなくなってしまうが、さあ立ち回りに戻って、あっと全員掴んだ。これは痛い。とにかくさあ最後の見合いか。これがリアームが届く、リアームが届く、届かない。さあ中田さんがスネークで飛び出して、意味のわからない空中が一緒に出る。さあ逃げたい空をジェシで潰して、勝ったのは僕。次、有塚原さん。え、何でしょう。ダウンド、ワン、ここちゃんと、ファイト。なんで俺そう言ったの。ここちゃんと、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 食らいつくせ。と、まず1個目を振るのか、あれか、メロミキの。荒ごしらえにもならぬわ。マシロさん、その場合、マジでダウンド、ワン、はい、ワンピーゴは、これは東北生のことかな。トモさんのフランスと、さっき、コンボの名前で出てきたトモさんの、それを、しかし、これは距離があったんで、特殊してるわけない。ゲージは使わず、背中のあるゲージを持って、ここで止め直して、これにバッシュ抜ける。ジャンプをカウンターさせて、なんか洋さんっぽいジャンプ。うまい手がある機会をあれができるっぽい。ジャンプをガードさせに行って、下段をガードさせてから中段に対しては暴れていたが、大きなところを制してるのはこの、手段を通すか、ヒット確認ができていなかった。そこに対応通すか、捕まえていくのはこの。受け身狩りが置いてある。端に運んで、ゲージがない曲。ダッシュコマンで、グラップを潰して、伊藤選手はコモ。ダウンド、ツー、ファイト。この辺にちょっと見るよね。なんか、奥があるみたいな。そう、サット用とかね。なんか、そう、ブブさんがなんか絡んできたり、最近はなんか、ピッタリ。
行け。なんか現在の SSG の話だね。ちょっとなんか SSG がちょっと変わってたから、あんましていけない。これがね、ちょっと見なきゃいけないから見なきゃいけないけど、他の人にね、パスミーが連打しちゃった。シーシーに飛ばして、安定の下を沈め、これに対してアルコアやることなんで、当たる。これ、ミシーが出てる。これは当たんないんだ。とりあえず入れたらね、バスビーをかませて、反応が遅れた。体力回復成功して、裏回ってタコ読みからの 20B 様、 20B がかかって消しのメックス、バスビーで暴れて JC に飛ばす。当然最高でしょう。時間を稼いで回復するぞ。 JC に戻って、クーラーゲームを見えていた。何が見えていた。ここは JC に飛ばして稼いで取り返す。ダイオンの3ファイト。ここから BB の記録上がって、パッシングを詰めるとくゲージがあるから、とりあえずバイクを潰して、攻め継続の選択肢ある。あれ確かバイクやってても、確かこのままにはとかそんな感じ。 B 邪魔が当たって、これが本当に痛い。3600、ガチタチビーはカラスで止めて、アイデアポビーの下りに対してコマを当てていったんですけど、下確認ならゴムを見せてしまって、ハルストでお茶を濁す。これで距離を離して、とりあえず EX セイビーから削り下ろすことに成功。ゲージがないので JC トーマスからのヘビーとどまるが、ヘビーがアーベンさせてからのコパンが当たって、元にしそういうことか。勝ったのは得、新鮮なうちに、そういうことだった。確かに、はい、ワンピーは知ってる人は知っている。このカラーのスコハはなんとか式のとは違うけど、タスコさんのロングコーク苦しいスコハと、まあ名前だけで言うならババ勢のクレメか、名前だけで言うね。実際はどうかわかんない。近くから近くから、ネタバレしちゃダメだよ。いや、なんとか式とかしか言ってない。しかしこれは1枚のゲージがなくなって、とりあえず外出させる。今回ね、ちゃんと管理しないといけないから、フルキックは大丈夫と言ってなかったけど、電撃が出てしまう。ババ勢最近お悩み、エビーズが電撃に化けてしまうという不具合。これは瞬間で瞬間がタッチが上がったので、ターンはまだババ勢だったよと。一本選手はババ勢開幕交代して、どっち、やっぱり告白。加藤さんが CC を使ってるイメージはあんまりない。瞬間で CC を食らわせて当たり判定を切っという告白声がさ、とりあえず突っ込まして、ジョニーを出して、これは JB で攻め上がっていく。 JB に渡って補正がないので結構減る。スイちゃん動かして EX サボテンガードさせて裏、これで交代するとなぜか姉妹のゲージが回復するという不具合。なぜ治らない、あれ交代するとね、なぜか回復する。で、今回交代すると琥珀に戻ったのにやっぱりゲージが回復する。ふざけた仕様がある。そこよ、スイちゃん、もう一度行きます。おいたが次は、交代すると回復するような仕様がある。うわっ、まだカウンターしているが、これがある。スイちゃんがジャンプしている間、常になんだっけ、あのコマンドの入力っていうか派生チーターの付けがあるから、まあいつでも飛んでこられるよと。これはね、ババ勢の師匠が本当に勝てなかったから、この戦いの後ババ勢はおそらく東西23音のこう動画を見せてくれた。ふざけんなよとババ勢が言ってるけど、ババ勢の師匠はそのキャラをよく使っていた。
食べて、食べて、これは食べないよ。やった、サボさん、これは不利。ユーリフレームいっぱい取って、最後に飛んできたのはゴシート。勝ったのはタスゴハ。